朝が来てしまいました。ちょっと追加でっていうか、やっぱり喋っておきたいなっていうふうに思ったことがあって、この動画見てるのの人が、お父さんお母さんか中学生か、もしくは高校生の人かわからないけれども、僕は高岡高校の生徒からたくさんのことを教わったんですね。ブラック企業だよという言葉もね、高岡高校の子から教えてもらいました。そうか、高校はブラック企業なんだ。ものすごい課題だそうです。信じられないほどに。で、それができるかって言ったら、もうその子はできてないんですよ。もう苦手な教科は完全にもう追いついてない。いつからできなくなったって言ったかな。もう最初からかな。だからもう2年半、3年近く、ずっとそのよくわからない課題を、ただただこなしてきたわけです。今もう受験生でね。その子は、そう、今の状況こう言ってますね。そう、もう海で溺れてる感じって、もがいてもがいてる、もう目の前のことで精一杯だ。なんかおかしくないですか？大学受験勉強してよかったなって思えないですよね。そういうね、嫌なことがどんどんつながっていくのが嫌なんです、僕は。もう本当終わりにしたいですね。もう辛い顔をする生徒は見たくないですね。そう、この子は別の子でね、砺波高校の子なんだけど、もう四方が塞がれて出口が見えないっていうふうに言うんです。もうどこまで何をしたらいいかがわからない。もう完全に不安でしょうがないですよね。そう、金沢でね、出会った泉ヶ丘の高校の生徒もね、いつも不安そうな顔してるんです。不安になるような勉強っていうのは、僕それ間違ってると思うんですね。そう、不安ですることっていうのはやっぱり力にならないです。怖くて、それでもみんな課題やってさ、頑張ってんだけど、僕は見てて辛いよね。はい、そう、この表を出して本当に眠れなくなって、今も喋り続けてるんだけどね。そう、富山中部高校。富山中部はね、一番生徒が明るいかな、御三家の中で。勉強にちょっと前向くかな、っていう印象はありますね。だけどやっぱり、なんでスーさんやらんといかんのとか、なんで記述いらんのに記述の練習させられるのっていう話、聞くと、そう、その子の本気を出せないようにしないでくれよって思うんだけど、それが学校だからしょうがない。学校はみんなで一緒じゃないといけないからね。
だから塾を選んでほしいんです。そう、先生を選ぶね。合格実績で選ぶんじゃないよ。システムで選ぶんじゃないよ。こういうサービスがあります。うん、違う、うん、そう、システムは君を救ってくれない。そう、僕もフランチャイズにいたけどね、結局誰も報われなかったんじゃないかな。合格実績は大体ね、東京の人とか持ってくるものだし、うん、あと本当に一部のその塾でが合ってる人、うん、その塾がその塾のプログラムが、うん、たまたま会っていた人が合格するわけですね。そこにいて、それは君なんですか。君はその合格実績とどう関係があるんですか。君はその有名大学に合格した人とどういうつながりがあるんですか。ないですね。うん、そう、こういう詐欺もあります。ここで勉強して受かりました。ね。この大学、有名大学に受かりました。医学部ですっていうのがあるんだけど、それ推薦だったんだよね。っていう話もある。うん。本当にね、その塾を先生で選んでください。で、その先生についていってください。そもそも先生を見る目がなかったら、そう、君はそこまでだっていうことになります、うん、大体の人がそう、システムで選んでしまう、合格実績で選んでしまう、うん、だけどそれはね違うんです。この数字見てるとすごい寂しいよね、うん、浪人が3割、うん、それとも難関大行けるのは2割超えてない、それであんな課題がたくさん出る、結果が出ない、あんなに課題ね3年間やり続けたのに本気が出せなくて希望の大学に行けない、でセンター型の合格者の中に入ってしまう。うん。多分ね、みんな行きたいんだと思います。難関大ってすごいキラキラして見えるんだと思います。うん。その気持ちをね、そう、別に難関大学に行ってほしいとはもう僕は思ってないんだけれども、その気持ちをね、大切にしてくれる人と出会ってくださいっていうふうに僕は思います。はい、補足の補足、以上です。